皆さんこんにちは。音のレストランのメロディーシェフ、ただのなおみです。今日はちょっと短い動画になりますけども、小さくて可愛らしい手作り楽器を2つご紹介したいと思います。まず1つ目はこちらです。じゃーん、七味こんな音が鳴ります。おでんにね、こうかけて食べると美味しくなるかもしれませんね、はい、こちらはですね、赤ちゃんのガラガラ、こう分かりますかね、それを入れてみました、はい、ちょうど七味の入れ物のサイズに合ったので、可愛らしい楽器ができました。もう一つはじゃん貝です。1ヶ月ぐらい前に食べた貝なんですけど、名前は忘れてしまいました教えてくださいこちらはこんな感じ、なんか飛んでいっちゃいそうな音色ですけども、こちらはまだ接着とかもねしてないんですけども、あのこのエンジェルベルね、これの小さいのがちょっと2つ、あのペンダントがあったんですけども、それもちょっと使わないかなと思って、処分するのもかわいそうなんで、なんか利用できないかなと思った時に、あ、貝に入れてみようと思って作ってみました。すごいちっちゃな音なんですけども、貝は大きいんですけど、はい、なんか綺麗になりますようにってはい、皆様も身近なね、もので、なんかこう楽器にできないかなって遊んでみてください。はい、ではまた